しっかりしろよバカ野郎。あいつを助けるって決めたんだろ。なら諦めるんじゃねえよ。無理だとか言ってるんじゃねえよ。何も知らないくせに。ああ知りたくもないね。うじうじ悩んでいる今のお前の気持ちなんて。こんなバッそんなもんか。俺は何人も精霊を封印してきたからな。ちょっとずるして力を使わせてもらえればお前とだって渡り合えるぞ。なんで助けてやれない。なんで救いたいって言えない。お前だって本当はアイズを助けたいんだろ。僕には資格がないってそう言ってるじゃないか。わかるでしょ。わからないの。お願いだからわかれよ。へえ、誰かを救うのに資格っているんだな。初めて知ったぜ。シド。ベルのそんな弱気なところがアイズを追い詰めたんじゃないのか。わかるよ。俺もトウカたちとデートした時何度もくじけそうになった。人を殺した精霊がいた。男嫌いの精霊がいた。残酷な真実を知っちまって絶望した精霊がいた。何度も死にかけた。もう散々だった。そんな俺だから言ってやる。負けるなベル。これっきりでもいい。なってやれよ合図の英雄に。二人並んでノックアウト。やっぱり冒険者って強いな。シド、ソラ、え？朝。うわ、信じらんねえ。夜通しで殴り合ってたのか俺ら。シド、ごめん。ありがとう。気にすんなよ。言っただろ、俺とお前は相棒だって。友達じゃなくて。ああそうだな、友達だ。絶対に会うはずがなかったのに喧嘩までした。大切な友達だ。もう大丈夫か。うん、やらなきゃいけないことも僕がしたいことも分かった。そっか、今日がもう運命の日だ。
合図は夜に現れる。チャンスはこれが最初で最後。分かってる。怖いか？怖いよ。怖くないって言ったら嘘になる。そうか、そうだよな。じゃあくじけそうになったら俺を思い出せ。負けそうになったら俺を呼べ。俺はいつだってお前を助けに行ってやる。行こう、シド。ああ。やあ、リベリア。遅かったね。どうだった？打ちのめしてきた。あんな軟弱な石では話にならん。なっはっはっは。随分きつく当たったようじゃの。リベリア様、ベルクラネルたちのその後は？知らん。知らんって、あのヒューマンたちが何とかしないと、アイズさんは。私は見極めただけだ。そしてベルクラネルは意志も力も示せず無様を晒した。失望した男の後のことなど感知しない。はは、ずいぶん辛辣だな。それじゃ賭けでもしてみないかい？か、賭け？ああ、ベルクラネルが立ち上がるか立ち上がらないか。チップは、そうだな、アイズが好きなジャガマル君にでもしよう。僕は立ち上がるにかける。わしも立ち上がるにかけさせてもらおう。私もあのヒューマンは立つと思います。リベリア、君は？私も立ち上がるだ。困ったな。どうやら賭けにはならないようだ。